ジャブ、うん、ジャブ大丈夫です。こう来たら、絶対に。そうそう。で、こう。で、またいいですよ、またいいですよ。うん。で、その時に、できれば、そう、体を正面向くと危ないです。このパリーして、そう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 、そうやってられるといいの。さっきのパリーの、この正面向いてると、パーリングしてるじゃないですか。そのままこうやって、タイプられるんですよね。ちょっとハスにしとくと、パリー最後遠いもんね。遠くならないですよ。なので、できれば、ハスに構えてもらって、足が、今ちょっと重なってるので、そうそうそう。重ならないようにして、そうそう。で、これをなるべくちょっと伸ばしておいた方が、相手が来づらいです。ここをこうやってやってると、距離、障害物がないと思うので、僕は。やりやすいです。こうやってやられた方がいいじゃないですか。はい。なので、こうやってやってると、そう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 、そこの構えいい。こういう感じで、トン。そうそうそう。トン。そうそう、パーリング。で、たまに、こっちは基本はこっちでパリしてこっちでないところを攻撃するのが基礎なんですけど、なんできたらこっちの手でそのままジャブもあり、あり、うん、ちゃう、別に決まりはないんで、はい、例えば今回こっちばっかこうやってパリしてるんですか、はい、でこれはないっていうふうにだんだん意識的なこっちで防御はないんだなって思うじゃないですか、はい、でそれを利用していくんで、こういうね、そのままリターンもあり、そういうことです。じゃあ見てください。普通はこうやってね、こういった時じゃないですか。こういう感じで。っていうと、どっちがどっちか分からないので、で基本はそのさっき言った、こっちの手で弾いて、こっちでこうなんだけど、変えてもいいよって言うんです。そのルールはないんで、こう来て、こうか、こう来て、こうか。まあ、一つ言えることは、同じことはないところを狙うと一緒。要は手がないところ、防御がないところ。ないところを狙うっていう意味では、うん、これもそうこうやし、こっちもこうやし、ないところを狙うのは共通、はい、うん、で右ストレートもこっちで、基本は逆の手、こっちの手、はい、こっちの手でパリして、じゃあないところを、ないところを狙う、はい、でこれもたまにこっちでそのまま弾いて、ジャブで、はい、ストレートの持ち込みですよ。基本はそのリターンも、リターンって言うんですけど、はい、相手が攻撃してきたやつを返す攻撃がリターンパンチって言うんですけど、はい、それも右手で行くよりも左手で行った方がリスクが低い、はい、右足を踏み込むので自分も危ないので、はい、なんでこう来ても そう、そっちでジャブを打つ、そうそう、でこっちで、これは基本はこっち、たまに弾いてジャブ、はい、でまあどっちもいいですよ、別にめちゃめちゃ決まりはないけど、右で弾いてそのまま右でもいいし、はい、そのままやりながらって感じ、はい、それがパーリング、まずは。